昭和34年のデビュー以来、先行一本で通す逃げの神様、高原英吾選手。高原はオールドファンならばご存知のように、昭和30年代後半から40年代にかけて、松本克明、白鳥信夫、石田雄彦らと共に一時代を築き上げました。一周をもがき通すスピード競輪の幕開けも、この高原の出現からでした。当時の競輪ファンは、高原を頭に買えばまず当たると言われるほどで、38年と40年には勝率 80.2%、 1、2着の連帯率 90%。 高原がこの驚異的な数字を上げるには、超人的な練習量で、当然のことながらいろいろなエピソードも生まれました。漫画家の近藤秀蔵氏は、高原の足を見て、まるで乗馬ズボンですねと言わせたほどに、高原の筋肉は鍛え上げられたものでした。前世の頃は年間70勝から上げていた高原も、50年代に入ると当時のルーキー中野光一、菅田義和の力に押され、人気が先行するトップスターとなってしまいました。しかし先行一本で通す高原は、着実に1勝1勝を勝ち取っていきました。足踏み状態の61年62年はそれぞれ7勝、昨年はわずか5勝、900勝に手の届く899勝目は今年6月8日に優勝で飾り、そしてこの平競輪準決勝で900勝を達成しました。乗馬ズボンと言われた高原の筋肉は見られなくなったとはいえ、英語神話はまだまだ生き続けています。高原英吾の生き様を目標とする滝沢正光も、生涯選考選手として戦い続けています。高原英吾選手が900勝なさったんですけれども、普段から高原さんを目標にしている滝沢さんとしては、どこが目標なんですか？そうですね、やはり新人の頃、選考で売り出してきた頃は、あまりすごいっていうことだけで、しみじみとした実感はわからなかったんですけど、最近自分より若い選手と選考争いしながらね、自分なりにも戦法的に苦しくなって時代になっちゃうかなとか、いろいろ悩んだ時もあるんですけど、それを押し通して高原さんはずっと選考で来られたっていうことで、その辺の自力勝負にかける意気込みっていうか、そういうものが素晴らしいなと思います。